谷蛇構造は、ソそか蛇構造属の多年草。茎は、根茎から数本が直立し、上部は斜上して、長さは50から70センチメートルになり、下向きに開けでする毛が生え、多くは、高子色を帯びる。葉は耐性し、葉質は、やや薄く、葉芯は高皮芯形、または京頭乱状円で、長さ8から15センチメートル、幅2.5から5センチメートルになり、 先は細長く尖り、円に巨子があり、基部は次第に細を待って、耳上心型になり、長さ5から10ミリメートルになる傭兵がある。葉の両面と特に葉脈状には射状する毛があり、傭兵にも射状する毛が生える。下記は9から10月。上部の茎の葉液から長い過剰柄を出し、その先に1から3個からなる、中3過剰をつける。過剰柄は下水し 長さは1.5から5センチメートルになり、小花柄は1から3ミリメートルになる。果女柄、小花柄ともに毛が密生する。額は、小形で、厚毛が生え、長さ7から8ミリメートルになり、先は不当に浅く語列し、果地には球状の小形になって、大きく膨らんで、先がすぼまり、長さは15から18ミリメートルになる。 果敢は、長さ3.5から4センチメートルになるに神経で、淡辺に紫色をし、頭部は長く、上唇が短く、下唇は、やや長く先は、半壊して三列する。湯髄は4個あり、下側の2個が長い。髄は1個ある。果実は、長さ約1センチメートルになる文化で、1から3個あり、宿、あり性の額に包まれる。日本固有種。 本州の神奈川県伊勢、四国、九州の、主に、太平洋側に分布し、温帯の山地の谷沿いなどの湿った臨床に、生育する。和名、谷邪行僧は、谷邪行僧の意。牧野富太郎による命名である。種商名、ロンイプスは、長江野の意味。牧野による、記載命名で、新タイプは、高知県高岡郡新城村、高知市と佐山。 高知県高岡郡、佐川村及び高知市、鷲尾山で採集されたもの。日本に分布する本属の3種は日本固有種。本種は他の2種と比べ果樹柄が著しく長い。邪ソウチェロナプシスマスコタは茎に鈍い4両があり、長さ50から100センチメートルになり射上する。アシタカ邪行シ C ヤギハラナは茎は円柱型で、 高さ20から40センチメートルで、ほとんど直立する。三種とも、蛇行の名が付くが、そのような香りはない。一方、イブキ邪行僧サイマスクインクウィックスタタスは、名前が似ているが、属が異なり、イブキ邪行僧属サイマスに属する。この属は、蛇行の名前の通り、植物体全体に方向がある。純絶滅器具。ありがとうございます。